職員の内訳とか、あるいは移動についてお話しいただけますか。田中政力、そうじゃない、委員長ですね。田中原子力規制委員長。お尋ねの件ですけれども、原子力規制委員会の今の状況ですが、この4月の移動状況ですと、経済産業省から14名、文部科学省から57名、警察庁から6名、その他4名が規制庁の方に移動しております。なお、規制庁から外に出てった人数としては、経済産業省に11名、文部科学省に10名、警察庁6名、その他2名という状況になっております。米永春信君。来年度の採用とかはどうなってますでしょうか。はい、田中委員長。本年4月1日現在、現職規制庁は508名の職員が在籍しております。来年につきましては、ここの職員が採用されているのは、いろいろ経済産業省とか文部科学省、警察省、環境省、その他から来ていただいているわけですけれども、今後は中途採用、来年の採用を含めて努力して、できるだけいい人材に来ていただけるよう努力していくつもりでおります。はい、米永君。私の論点は、いい人材確保は当然のことだと思うんですけれども、要するに独立性の担保という話ですけれども、原則ワンウェイと、一度入ったら出ないと、ただ法律上は関係省庁に戻らないということは規定しますけれども、今、答弁のように、1割内外が出たり入ったりしていると、これでは私、独立性の担保というのはなかなかできないと思うんですけれども、少なくとも今後採用する人についてはですね、いわゆるキャリアとして、総合職ですね、横移動がないような独立した機関としての採用ということが望ましいと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。はい、田中委員長。今委員ご指摘のように、いわゆる戻らないというノーリターンルールというのは現在存在してまして、このノーリターンルールには一応発足から5年間という経過措置もあります。で、そういった法律の規定を踏まえて適切に任用を行っているところです。現在のところ特に問題はないとは認識しておりますが、現職規制庁に骨を埋める覚悟で来ていただける人材をできるだけ採用していきたいと、そのように考えています。はい、米永君。はい、最後の1分を使いまして、次はリニア中央新幹線についてお尋ねを申し上げます。現在の実験線 42.8 キロ、まもなく完成という